ジークフリート・カルク・エーレルトは、ドイツの作曲家、オーベルンドルフ・アムネッカー出身。1902年頃に、職業音楽家として、活動を開始するにあたり、聖、エーレルトに、母の旧姓を組み合わせて二重姓とし、名前の綴りをジークフリートから縮めて、シゲフリットに改めた。エミール・ニコラウス・フォン・デズニチェクに、作曲の個人指導を受けた後、 ライプツィヒ音楽院でザロモンヤーダスゾーンとカあるライネッケに指示。1919年には自らもその教団に立った。エドバルド・グリーグに認められて作曲活動に取り組む一方、クロード・ドビュッシーやアレクサンドル・スクラービン、アルノルト・シェーンベルクに浸水した。その影響は調整を拡張し、独自の半音快適な処方を発展させるのみにとどまらず、 オルガンのストップの詳細な指定から彼ならではの色彩感の強調が伺える。不可六の和音の終始は確実にオリビエ・メシアに影響を与えた。彼はクンスト・ハルモニウムのために好んで作曲し、はじめフランス製の精巧な楽器を入手、後にドイツ製の楽器を愛用した。その結果としてクンスト・ハルモニウムのための唯一の教則本を残した。その他に、 コラールや室内楽曲、ピアノ曲、オルガン曲がある。フルート業界では、ソナターパッショナータが教育の現場で頻繁に用いられる。作曲と演奏の両面で活躍していたカルクエーレルトに、グリーグは作曲で活躍せよと助言を与えた。カルクエーレルト作品は、とりわけオルガン曲がアメリカ合衆国やイギリス、フランスで人気があった。カルクエーレルトは、 演奏家としてはあまり評価されず、ドイツ本国に至っては作曲家としても評価は高くなかった。新古典主義や無調が主流になった1920年代のドイツでは、反音外主義はすでに過去の異物になっていたためである。ドイツの楽団に見切りをつけた彼はイギリスへ渡航し、その地では確実に成功した。その後、評価を苦にした彼は、 単身1930年代初頭にアメリカ合衆国へ演奏旅行に乗り出した。すでにマルセル・デュプレなどのビルト・オーソが知られた地域であったこともあり、技術上の問題から結果は芳しくなかった。が、没後も彼の作品が同地で出版されるなど、アメリカ合衆国のオルガン業界に確実に影響を与えた。 糖尿病を長く患った末に1933年に死去し、ライプツヒに埋葬された。没後に和歌に忘れられたが、1970年代後半から再評価が始まり、録音数は増え続けている。彼は後期にあるフルーティストと気が合い、フルートのための作品を連続して残しているが、これらは現在でもフルート教育に欠かせない教材になっている。最初は、 ワーグナーの影響を強く受けたものの、近代音楽の時代に入り調整音楽の崩壊を目の当たりにした彼は主要音を残しながらも調整の境界が明快でない方向へ舵を切った。このため、ドイツ本国ではフランスとイギリスの影響を無駄に受けた折衷主義者と批判され、亡くなる頃にはほとんど支援者がいなかった。オルガン作品とクンストハルモニウム作品は詳細に、 ストップが指定されており、当時の流行であったネオゴシックモデルを基準に作曲されているせいか、作曲上の効果が現れるモデルは少ない。オルガン曲はマックス・レーガーに匹敵するほどの難易度であり、カルク・エーレルと自身も書簡でレーガーに言及している。晩年に子供でも弾けるセンプレ・センプリーチェを作曲した。彼はピアニストとしても若年期に活躍していたこともあり、 ピアノ曲にも心血を注いでいたものの、ピアノ業界では彼の作品の評価は未だ定まっていない。クンストハルモニウムも製造が中止されたこともあり、その作品の需要が危ぶまれたが、少数の熱狂的なプロ奏者が YouTube を通じて作品の普及に努めている。結局のところ、全66曲からなるコラール即興曲集の外線更新曲、いざもろびとよ。 神に感謝せよが最も有名である。金管楽器バンドとの共演が可能であり、セレモニーなどにも頻繁に世界中で用いられている。1987年には彼の功績を称え、イギリスでカルクエーレルとアーカイブが設立された。ドイツ本国にもカルクエーレルと協会があり、定期的にイベントを開いている。現在は1990年代からリバイバルが、 進んでおり、まとまった数のオルガン作品の音源の入手は容易である。軽いコールエラートという表示も見られる。無調ではない。彼がオルガン音楽に目覚めたのは30歳を超えてからである。ありがとうございます。